始まるよ。準備はいいかな？はい、でこの点ですね、所有権がどのように移転するのかということについてはですね、一般に、こういう説明するんですね。161ページでございます。売買契約で所有権が移転するというのは、まず A、B 間で今売買契約するわけですね。 A が売り主で B が買い主になるわけです。で、売買契約すると、まあこれ555条で書いてますので、ちょっと民法の555条見てみましょうか。はい、555条ですね。555条、売買は当事者の一方がある財産権を相手方に移転することを約し、相手方がこれに対してその代金を支払うことを約することによって、その効力を生ずるというわけでございます。つまりこの555条、これ、民法の第3編の債権編の契約のところにあることから分かりますように、これ債権の発生原因なんですね。どう、何を言ってるのかというと、売買契約でこう当事者の一方ですか、売り主がある財産権、相手方買い主に移転することを約す、それから相手方がこれに対してその代金を支払うことを約す、でその効力生ずるというのは、要するに555条の効果というのは、これあくまで当事者の間で、財産権移転を目的とする債権、それから代金を支払うことを目的とする債権、これが発生するに過ぎないわけですね。注意していただきたいのは、555条の効果として何もこれ所有権が移転するというわけではないわけですね。で、今のことをですね、債権の発生をその直接の目的とすることで、債権的法律行為、略して債権行為ですね、あるいは債権契約なんて言い方いたします。そうすると555条の法律要件でその効果を生じる、効果何かというと、当事者に約束した通りの効果ですね。つまり所有権移転せよという権利、買い主が売り主に対して持って、反対に売り主は買い主に対して代金を支払えという形で権利義務関係が発生するんです。で、今これ目的としているのは、これは、車の所有権なわけですから、したがってこの555条の売買契約が、効力を有した時点では、これ所有者どっち、ですか。何を言ってるのかというと、買い主が売り主に対して所有権移転してくださいという債権しか持っていないということはね。ということは、これ逆に言うと、まだ555条の意味での売買契約が効力を有した時点では、あくまで、この、自動車の所有権、売買目的物の所有権というのは、これは売り主のもとにとどまってるんですよ。で、このことと、それと売買契約をめぐるね、法律関係が全て終わったらね、それは買い主のもとに所有権が移転してないとおかしいですよ。それおかしいんですよ。言いたいのは、555条のはあくまで債権債務も発生する契約に過ぎないわけだから、その時点では、買い主が売り主に対して財産権移転請求できる、つまりこの時点であくまで売り主に、所有権とどまってるんだと、やっぱこういうことになるんでしょうね。で、じゃあ売り主から買い主にこの不動産の所有権、権利主体である売り主と権利客体であるこの車、この所有という関係、これが、買い主と、車の所有権という形の所有という形に、こう、こちらの間に所有という関係がふっと出てくると、ここが消えるんでしょうね、こちらが。で、このことを我々は、所有権が移転すると表現するわけです。で、これはじゃあ所有権の移転はどうやって起こるのかというと、これは物件法の規定なんですよ。民法の176条をご覧ください。176です。はい、ここですね。物件の設定及び移転は当事者の意思表示のみによってその効力を生ずるということですから、意思表示をすれば所有権が移転するんだよと、こういう言い方をするわけです。で、つまりこの所有権が A から B に移転するのも、またもう一つ176条に意思表示があるわけですね。だから理論的に見ると、日本の売買法というのは555条で債権の発生をその直接の目的とする意思表示がある、それから176条のこの意思表示というのがあると。で、この2つの意思表示から成り立っているわけですね。で、ちなみにこの物件行為、この176条の意思表示なんですけれども、この意思表示なんですけれども、これ、法律行為の中で契約なのか単独行為なのかという議論はあります。合同行為という方はないでしょうね。
で、まあ契約だって考えるのが筋かなと思うんですけれども、どうもなんか民法作った人たちは単独行為と考えていたような節がないわけでもありません。だからもし単独行為だとすると所有権移転するという意思表示で、相手方が所有権を受け、移転するという意思表示がなくてもね、移転するんだということになるんでしょうけれども、契約だとするとやっぱり意思の合意があるんでしょうね。契約があるんでしょう。二当事者間の両方の意思表示があるんでしょう。という、まあこういうことでございます。で、このように、売買契約で、売買目的物の所有権が移転するというのは、実は理論的には、この債権の発生を直接の目的とする債権行為、それから、物件の移転、をその直接の目的とする物件行為という2つの行為から成り立っているんだと、こういうモデルで、説明することが多いかと思います。それからもう一つ、物件行為につきましては、これ何ら形式必要としないわけですね。意思表示でできるということで、これ立法令によれば、これを一つの形式にで一つの形式ですねに基づいて所有権が移転するというモデルを取る場合もあります。で、これ形式主義というんですけれども、日本法の場合176条で意思表示と置いているので、なのであくまでこれ、意思主義と言われる立法なんだということでございます。で、今言いましたこの債権行為と物件行為2つに分けるのだということが、じゃあ世の中の、売買契約をめぐるモデル全てかというと、必ずしもそんなことはありません。ただ、実際日本にもですね、一説は多々ございます。例えばどういう一説かというと、債権行為の効果でね、直接所有権が移転するんだという考え方あるわけですけれども、これ多分無理です。なんでかというと、だったら176条の意味がないから。ないからです。なので、まあ、2つ考え方があるんですね。1つはこの555度で直接所有権が移転するんだと、独自に物件行為という概念を認める必要はないという考え方、この考え方のことを、物件行為の独自性否定説と言い方します。これに対して今僕が言ったように、この債権行為、つまり債権の発生を直接の目的とする法律行為と、それに基づいて行われる物件行為という2つの、法制度が、2つの行為ですねに基づいて所有権移転するんだという考え方を、これ物件行為の独自性という言い方いたします。で、176条がある、555条の他にも176条があると、で債権法物件法とこういう形になっていることからしてもですね、これは、やっぱ物件行為独自性、認めているというのが日本法のモデルじゃないかなと思います。一説ありますけどね。で、こちらで考えた方がいいと思います。それから、司法試験なんかでも、今僕が説明したモデルで出されることが、まあ、一般的ですので、物件行為の独自性否定するという説明でされる、大学の先生ももちろんおられるんですけども、やっぱ日本法のもとでちょっと無理じゃないかなと。と思います。で、私の周りでも今のモデルで説明するのが通常だと思いますので、一応そのことを、指摘しておきます。はい。で、1点言い忘れてたんですけれども、この物件購入の独自性を承認するという立場ですね。この立場、もう一つあるんですね。債権行為にがこれ効力を無効だった場合に、物件行為独自で有効だったら、こちらが有効だったらあくまで所有権移転するんだという考え方があります。つまり原因行為、物件行為から見ると債権行為、この物件行為から見た原因行為、これの、無効に、効力に、物件行為が、影響を与えないという、こういう考え方のことを、まあ、無因行為という言い方をいたします。で、これに対して、債権行為の効力が物件行為に影響を与えるという考え方、これを、物件行為の、誘因行為だという言い方をいたします。で、一応ちょっとそれをですね、実は他のところで、説明で今の説明した方がいいと思いますので、この物件行為の独自性承認説と言われる立場を、前提にした時の、話を一応付け加えておきます。